はい、どうも、ルルシでございます。本日はですね、新作のコスメを買ってきたので、そちらのね、使用感をお伝えしていきたいと思います。買ってきたコスメがこちらです。はい。皆さんご存知のスックでございます。私の中でかなりお高めなコスメブランドさんなんですけども、でその分ね、ものすごく良いです。ものすごく良いです。私はスックのファンデーションは持ってなくて、アイシャドウとチーク、あとリップもね、使ったことあるんですけども、どれもめちゃめちゃいいんですね。で、今回このスックさんから新作のね、春の新作のファンデーションが出たということで、購入してきました。で、まずファンデーションがこちらでございます。はい。こちらがスックのヌードウェアリクイドの102番ということで、本当にね、水なんですよ。わかりますか？このゆるゆるな感じ。もうほんとお水みたいなんですけども、こちらを買ってきました。で、お下地がこちらです。はい。スックのブルーミングブロープライマーの FPS12PA++ が入っております。こういうパッケージでね、ピンクのパッケージで可愛いです。こちらですね、お値段がちなみに、こちらね、スックの、ヌードウェアリクイドの方が、いくらしましたっけね。こちらが7000円。税抜きです。はい。いいお値段しますね。で、こちらのお下地が、税抜きで6000円でございます。2つ揃えたので、今回は1万4000円ぐらいしたんですよね。頑張りました。でですね、こちらのヌードウェアリクイドのコンセプトが美しく素肌になりすますということで、目指したのはファンデーションが自分の肌になったかのような美しさ。ヌードをまとうように軽やかにまろやかでみずみずしいツヤをたたえた肌へ。スックの新しいリキッドファンデーションは進化した上質な大人の素肌感の始まりですということで、結構スックのファンデーションがクリームファンデーションがすごい有名だと思うんですけども、ユキチファンデと言われているファンデーションですね。そちらの方は結構カバー力があって、ね、しっとりツヤ肌の、感じだと思うんですけども、こちらはまあカバー力というよりは素肌をきれいに見せてくれるようなファンデーションかなと思います。実際にスックに行ってタッチアップしてもらったんですけども、ものすごくね、なんて言うんだろう、本当に素肌が綺麗なような感じに見せてくれたので、私はね、買ってしまいました。では早速ファンデーションを使ってメイクしていきたいと思います。ちょっと今ね、洗顔してから結構時間が経ったので若干テカってきてるんですよね。なのでちょっとティッシュでオフしたいと思います。で、私は肌質が混合肌で、この T ゾーンとかね、このテカりやすい部分は結構テカるんですけど、目元とかは乾燥するんですね。なので部分用のね、皮脂を吸収してくれる下地を使いたいと思います。まずスックの下地を使う前に、こちらのね、エトゥセのね、下地を使っていきます。エトゥセのオイルブロックベース部分用下地、こちら有名ですよね。こちらをね、 T ゾーンとかね、皮脂の出やすいところに塗っていきます。このエトゥセの下地はね、これから春夏に向けてかなり活躍してくれますね。では次にこちらのブルーミングブロープライマー使っていきたいと思います。よく振って使用するとのことです。こちらもすごくね、ゆるいテクスチャーなので、あんまり横に向けると垂れちゃうかなと思うんですけど、よく大丈夫かな？はい、こんな感じの結構青みの強いピンクなんですけども、こちら肌にのせると、こうスッと自然に馴染んでくれて、透明感をすごく出してくれます。私は結構頬のところに赤みが結構出るタイプなんですけども、なのでピンク系の下地はあまり好まないんですね。なんですけども、この下地はちょっと青みっぽいからか、つけてもそこまでね、赤みがね、強調されることがないので、私でも使えるかなと思いました。はい、今ね、下地を全体に塗っていきました。そこまでね、カバー力はないんですけども、この素肌をなんか綺麗に見せてくれるこちらも下地で、私はすごく好きですね。こちらの下地は植物由来の美容エキスが3種配合されているということで、お肌にもすごくいいそうです。ではこちらのファンデーションを塗っていきたいと思います。まずよく振ります。私いつもはコンシーラーを使ってちょっとね、気になる部分をカバーするんですが、今回は使わずちょっと塗っていきたいと思います。蓋を開けるとこんな感じの、はい、これスポイトじゃなくてガラスの棒みたいになっていて、こうねついてくる感じで、もうねお水です。本当にほらポタって垂れてくる感じで、これをねでは塗っていきたいと思います。一応こんな感じです。本当にお水みたいにこういうね本当に滑らかなテクスチャーなので、ちょっと出しすぎてこぼさないように気をつけてください。すいませんね、顔のドアップばっかでお見苦しいかと思うんですが、ちょっと、ご辛抱ください。では、塗っていきたいと思います。気になる部分には二度塗りするといいそうなので、ちょっと私この辺がね結構気になるので、ここをちょっと二度塗りしていきます。はい、今ねこちらの半眼だけ塗っていきました。見てもらうとカメラでわかるかな、こちらね塗ってない方は結構頬に赤みが出てるんですけども、綺麗に整えてくれてますね。でそこまでね厚塗り感が本当にないんですよ。本当に素肌をね綺麗に見せてくれるようなファンデーションだなと思いました。アットコスメで口コミが少し投稿されていたので見たんですけども、その中にやはりカバー力が足りないという口コミがかなり多かったです。でも人によってはもうちょうどいいカバー力っていう方もいたので、人によってやっぱりその好みというかね肌質がやっぱ違いますので、あると思うんですが、私はすごく気に入りました。申し訳ない、もうちょっとアップしていきます。こちらが塗ってある方です。ツヤ感もすごくあって綺麗です。でこっちが塗ってない方なんですけども、全然違いません？このね赤みとかがすごい出てるんですけど、こっちほら均一に整えてくれてます。ではねちょっと全体に塗っていきます。はい、今ね全体に塗っていきました。でこのままね仕上げてもいいんですけども、私はあまりペタペタっとした感じが好きじゃないので、ちょっとスポンジでなじませていきます。こうすると余分なファンデが若干取れるので化粧崩れを、防いでくれます。はい、こんな感じに仕上がりました。ツヤ肌が好きな方はパウダーはのせないでこのままでもいいと思います。私はちょっとセミマットの方が好きなのでお粉をのせていきたいと思います。でお粉はですねスックのものを持っていないので、私はいつも使っているエレガンスのラプードルのオートニュアンスの6番を使っていきたいと思います。はい、今お粉をつけたんですけども、程よくね、少しだけセミマットな感じに仕上がって、私はこっちの方が好きですね。というのも時間が経つと絶対テカってくるので、最初にちょっとまとめにしとかないとすごいことになります。もうギラギラみたいな、ギラギラ星人みたいななるので、ちょっとね最初はまとめに仕上げるのが好きです。もう一度アップで映しますね。はい、もうほくろとかねこういうものはやっぱり隠れるほどのカバー力はないんですけども、すごくねナチュラルに素肌を本当に綺麗に見せてくれると思います。ではねメイクを全部完成させて戻ってきます。はい、メイク仕上げてきました。今回のメイクはスックのファンデーションを使ったので、アイシャドウとチークはスックを使っております。アイシャドウがスックのこちらのね光透過というカラーなんですけども、ものすごく綺麗なカラーです。はい、私はアイシャドウはねオレンジ系のアイシャドウがすごい好きなので、こちらドンピシャでした。これはすごくおすすめです。でこの今使ってるチークがこちらのスックの漆火というカラーです。ものすごく絶妙なカラーで、これも大好きです。何よりスックのチークはこの薄さが半端ない、もうカードみたいな薄さなんですけど、これもまた、魅力の一つですよね。はい、ということで本日はスックの春の新作のファンデーション、こちらヌードウェアリクイドを使って、メイクしていきました。私はこの下地とセットで購入して使ったんですけども、このセットで使うことによりやっぱりよりね良さが際立つんじゃないかなと感じたんですが、もちろんねお手持ちの、下地と一緒に使っても問題ないというふうにBA さん私 BA さんのことを最近までバーさんって呼んでたんですよね。バカですね。はい、で BA さんにね言われたので、お手持ちの下地を使っても、問題ないと思います。ぜひ皆さんもねスックに立ち寄った際、タッチアップしてみてはいかがでしょうか。少しでもね皆さんのお買い物の参考になっていれば嬉しいです。何よりこのファンデーションたちものすごく高価なファンデーションなので、ぜひね、失敗したくないという方も多いと思うので、一回タッチアップしてから、購入するのをおすすめします。はい、というわけで、スックのファンデーションでメイクをしてからだいたい8時間ぐらい経ちました。ちょっと見てもらいたいんですけども、これ化粧直し一切してないです。で、私は結構夕方になると気ぐすみしてくるタイプなんですけども、あんまりそういうのもね、感じられなくて、むしろ時間が経つにつれてなんかツヤ感がね、綺麗に出てきてくれてる感じがしました。で、今一応ライティングとかも最初に化粧した時と一緒の状態で撮っています。こんな感じです。顔面にほくろがたくさんあるのでね、あんまりアップにしたくないんですけども、できるだけね、この時間が経った後の肌の感じをね、お伝えしたいので、ご辛抱ください。で、このファンデーションをつけて1日過ごして思ったのが、この重さ、ファンデーションを塗った時の重さが全くないです。本当に素肌でいる状態のような軽いファンデーションなんですけども、で、夕方になってくるとやっぱり皮脂も出てくるので、化粧崩れとか気になるかなと感じる方もいると思うんですが、このファンデーションの場合は、こう、油が出てきて、ちょっとね、よれたかなっていう感じになっても、なんか汚いよれ方をしないなという風に感じました。なので、化粧直しももうほんと最低限で大丈夫なんじゃないかなと思います。で、このファンデーション、春夏に向けての新作なので、皮脂の崩れにもそんなに弱いようには作られてないと思うんですが、ね、基本的にツヤ肌仕上げですけども、春夏に向けて使っても、こう、テカテカした変なね、ギラギラ感っていうのは私は感じませんでした。今後ね、もっと暖かくなってきて、もう真夏に使ってどうかっていうのはまだわからないんですけども、一応ね、また真夏にもこれ使ってみたいと思います。ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。では次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。